ピューさん、ピューさん、ピューピューしてますかヒューヒュー、ヒューヒューしてますか <laughs> いやーねー、昨日の勤務研究所は、今日の仕事を逃げるためです <laughs>。いや、今日しんどいっすね。まあ、頭痛くなってきた <laughs>。いきなり愚痴かよ、みたいなね。今日はしんどいなー結構追い込んでますね。 目がね、もう眠たくなってきましたね。結構ね、一人一人パワー、これパワー使うんですよ。で今回、まあまあね、最後多かったんで。はい。まあ、ということで、ちょっとぼやきでもね、ピューさんの話出しましたけど、自信ね。自信なんかクソくらいと。自信なんかクソくらいでいいと思いますよ。自信がないからできないとか、自信がないから、 あのどうのこうのとかどうでもよくて <laughs> あのーうーんまあやらないといけない環境まあ僕が究極論を言ってしまうとじゃ例えばねまあピューさんあのなんだ会社に就職するじゃないですか。 で、就職して上司にね、この仕事やっとけって言われたときに、じゃあ初めての仕事ですって。じゃあ上司にこう言いますかいや、上司ちょっと私これ初めての仕事で自信がなくて経験もないんでちょっとできませんって言います。自信がなくてもやりますよね。ど、どうですかそれクビになりませんいや、上司それちょっと僕私、一度も経験なくて、プレゼンテーションなんか私ちょっとできないんで他の方、 どうですかねみたいな。そんな言ってたら仕事クビになりましたよ。要は、自信がなくてもやるだけなんですよ <laughs>。だからやらないと自信つかないんで。うん。だから、自信って、自信の源ってどっから出てくるのかっていうと、自分がどれだけやったかでしか僕はないと思いますけどね。自分がどれだけやったのか。で、そのやった量が人よりやっていれば、まあ間違いなく俺は、 ここまでやったって言い切れると思うんですよ。で、言い切れるほどやったかやってないかっていうところだと思うんですね。だから、孫さんの僕がトーク、あの、なんか、5年か6年か7年前のなスピーチ、演説があるんですよ。で、その、なんか、新入社員だったかななんか、学生に向けてこう話してるやつがあるんですけど、まあ、いろいろこう、まあ、これ、いろんなところで喋ってるとこありますけど、なんか、あの、 あのこの会場にいる人より俺は誰よりも勉強してみたい物理的に絶対俺より勉強したやつはいねえと言い切ってですよねだからその飯食う時も本広げてうんこしてる時も風呂入ってる時も本やってもうとにかく本を見ながら飯食うみたいなねでその本見ながら食ってるからこのここに当たるとかなんか言ってましたけど まあ、とりあえずめっちゃや,やったからこそ言い切れるんですよね。うん。だから僕はその自分の中でこれはここまでやってねえだろうっていう思えるほどやるしかないと思うんですよね。自信って。で、結果に関しては分かんないじゃないですか。結果が出ればそれは自信つくと思いますよ。だけど、結果がない状態でやらないといけないんで、最初は。どうすか 最初は結果がない状態でやらないといけないので、じゃあ結果がない状態で自信をつけたいんだったら、圧倒的にやるしかないと思うんですよね。圧倒的に勉強して圧倒的にやるっていう。で、断言して言えるぐらい。僕は断言して言えます。情報商材屋の中で、こんだけワンツー動画でね、撮れるのは俺だけだと。これはもう断言して言えます。100%断言して言える。しかもこれもうずっと、鹿児島に来てからずっとやってますから。 4年以上。だからこの〇〇 3A 動画が、今、まあ、再生リストでまとめてるんですけど、〇〇 3A 動画が何本だ〇〇 3A 動画の再生リストが、3854人ですね。3854人です。〇〇 3A 宛てが。多分、3854人の個別動画、ワンツー動画を送ってるのは俺だけだと。情報商材っていうね、このうさんくさいカテゴリーの中で。 だから僕は自信を持って商品売れるんですよ。いや、ここまでやってるやついねえよと。ね。俺はどこにも逃げないし、向き合うし、やるよと。だからやれと。<laughs> だそれはなんでかっていうと、人がやってないことをやってるからですね。人がやってない量をやっているからっていう。ただそれだけです。うーん。 だからその自信がないからできないとか、自信がないから自信がない、自信がないから自信がないとか、なんだろうな。その、そういうのじゃないですよね。まあ先ほども言った通りに上司にそう言いますかっていう。だから大切なのはやっぱりやる環境を作ってるか作ってないかですよね。少なくてもピューさんは、 まあ確かにそのもうちょっと収入欲しいなっていうところはあるけれども絶対的なところが多分欠けてるんですよねうんじゃあ例えばねあの100万稼がないと息子さんが死ぬってなったら絶対やるでしょ多分絶対やるんですよまあその何でもいいんですけどどんな方法でも金かき集めてくると思いますよどうですか自信があるとかないとかそういう減ったくれないですよね100万集めてもないと息子死ぬみたいなねどうすか だからその環境なんですよね。だから僕自身もやっぱその、環境を作ってるからできるっていうのがやっぱ強いですね。うん。やっぱ人は弱いので、強い人間なんていないですよね。僕は強そうに見えてめちゃくちゃ弱いですから。もうめちゃくちゃもうあの、弱いんです。もうマインドクソですよ。マインドクソだし、あの、ヘぬへぬです。へぬへだからこそ、それを知ってるから、 やるんですよお、ね、己を知り敵を知れば百戦バー危なからずみたいなね孫子の兵法ありますけど自分を知ってるんで自分を理解してるからでもこん,こんな自分でも他の人と違う人生を送りたいわけですよ,他,よ他の人より劣っている他の人よりできないだからこそじゃあやるしかないねっていううん なんこんなのも、ライティングスキルとかトークスキル、マーケティング知識、理論的な説明力、こんなのもやらないとつかないじゃないですか。多分それも分かってると思うんですよね。誰よりも。まあ、それ言わなくても多分分かると思うんですけど。これやらないと、あの、つかないし。うんで、あとね、稼ぐ能力がないっていうのはみんなないですよ。 そもそも稼ぐための勉強してないので、みんな稼ぐ能力なんかほぼないですよ。ほぼない。9割9分ないですよ。稼ぐ能力なんていうの。それは、だって学校の授業でないんですもん。自分で集客するとか、自分でセールスするとか、自分でどうやって商品作るとか、ありました。ないですよ。だから一から勉強しないといけないんで、最初はないんです。みんなないです。稼ぐ能力なんてうのだからこれはもう、勉強すればいいだけですよね。うーん。 な、大変、なんで大変なのかっていうと、やってないから大変であって。うん。な、一生大変じゃないですからね、これは。一生大変ではないです。一時的なものです、大変っていうのは。だ僕も今日の一時的な大変なだけです。ずっとこのワンツー動画ね、一日何十本も撮るとか、やんないですもん <laughs>。 僕知ってるんで無料プレゼントあんま最近ちょっとやってなかったなってサボってるなと思って <laughs> もう売りまくってるからねあれですけどプレゼント配るとまあまあ結構しんどくなるのでそうはい環境が人をつくるっていうかつまり環境を作れない人は自分を成長できないっていううん やらざれる、やらざれる環境に身を置けば、やるしかないので。まあ、だからまあ、いろいろ考え方ありますけど、その考え方すらも変えられないんで、いくら勉強しても、変えられないですよ。自分の実体験がないと変えられないんで、僕が、自分の言葉で言えるのは、やってるからなんですよ、単純に。なんで、この少ない再生数でも、ファンの人が出るのかっていうと、 もうやってることを現場レベルで見せて、現場レベルでずっとやってるからですよ。だから、それも見せてるし、自分も経験してるし、だから言葉に説得力感があるんですよ。わかりますこれも何度も前言ったりとかいろいろしてるんですけど、なんかその、いつもね、パズドラやってね、仕事をサボってる上司ね、あの上司またパズドラやってるよみたいな。で、そのパズドラやってるね上司がね、 すげえいい言葉言ってもね、入らないですよ。お前何、何なんかパズドラ毎日やってんのに、ね、出会い系サイトばっかりやってるね、やつの話聞きたいっすかサボってね、こんなやっててね。聞きたくないでしょ。で、僕の話になぜ説得力感があるのか、それはやってるから、ただそれだけです。あと経験もあるっていうのはありますからね。でもその経験もやったから経験があるだけであって。<laughs> うーん。 うん、だから商品の価値をつけたいんだったら商品をたくさん作って売ってみるってことをやらないと価値が分かんないですよねお客さんのフィードバックを得ない限り価値は自分で決めるものじゃないですから価値ってだ自分が商品を作って自分がその商品にお金を払って自分がその商品で勉強するのか違いますよね誰が金払って誰がそれを自分のコンテンツ見るのかってだ相手じゃないですかつまり価値っていうのは100%相手が決めるものであると。 100%です。100歩譲って自分で金払って自分の商品を自分で学んで自分で何かやっていくるんだったら別ですよ。誰が金払うのか。それは相手ですよね。うん。だからその勤務研究所も、そのまあ、僕はね、お金を払う側じゃないですよ。僕は390円ですけど、あれもお金もらう側なんですよ。 だけど、あそこに価値があると僕は思ってないですよね。価値がある提供をしてるかしてないですよ。価値を感じるのは、その勤務研究所のライブにコメントをして、あの楽しいって感じてるか感じてないか、それはピューさんなんですよ。わかります僕は価値提供してるとは全く思ってないです。ね。ただ飲んだ飲んで昨日なんかビール2本あけましたけど、ただ飲んだくれてるだけなんですよ。だからそれも提供してみないとわかんないですよ。やってみないとわかんないです。 まあ僕もサブスクに関してはいろいろと悩んでまあ,あの形にして続けられる方法ですよねまあ少なくとも僕は本ちゃんがドリアカでそれやってますからでドリアカと同じように毎月何かコンテンツを提供するってなるとこの二重負荷になるのできついんですよでもサブスクは何かやっ,やってみたいなとしかもメンバーシップっていうのをね僕は実装できるようになったんで せっかくチャンスをもらったわけですよ。チャンネル登録1万以下でもね、メンバーシップできますよって言われたんで、じゃあちょっとやってみようかなって言ってね。これもやってみないと、でも、でもな、その中で自分でできるものってなんだろうか、みたいなで。とりあえず、その、一応、判断材料としては、お酒を飲みながらぼやくっていうコンテンツももう100本、200本。ハイボール研究所もそんぐらい取ってきた。合計でお酒を飲みながらなんとかっていうコンテンツがもう200本ぐらいやってきたと。で、その中で、 まあ、ある程度、その、楽しんでくれる人がいたっていうエビデンスのもと、じゃあ、メンバーシップどうなんだっていう風な、その、やった結果のもとですからね。あれも。うん。だから、それもやらないと何もわかんないですよね。だから、僕も一番最初、お酒を飲みながら、ぼやくってやつを、一番最初、5年前か6年前撮った時に、それを見てくれた人が、面白かったですって言ってくれたフィードバックがあったから、あ,あ、これでもいいんだ、みたいな。 酒飲んで、なんかぼやいてるだけだよみたいな。それでも面白く見てくれる人がいるんだっていう、そこで価値が分かったわけですよね。でも価値があるものを作ろうと思って作ったわけじゃないし、だから、そういうことです <laughs>。うん。だ自分の思想、自分の判断基準は入れる必要性がないと思いますね。でもビジョンだったりとか信念だったり、なんだろうな、なんか、例えばドリアカを日本一にするんだっていうね。 俺は海賊王になるんだっていう気持ちはね別にあってもいいと思うんですよ。うん。だけどそこに日本一のコンテンツを提供しなければいけないっていう概念は僕はないですよ。そういう気持ちは持ってるけれども日本一のコンテンツを提供しなければいけないというのはないです。なぜならばそのコンテンツの価値を決めるのは見てる人だから。だから僕がドリアカで教えてるんですけど別にその提供してね 何か言われたら改善すればいいだけなんで。うん。だからそれはどこにも逃げないし、向き合うって決めてるだけなんで、だから別に向き合ってね、改善すればいいわけじゃないですか。うん。何か言われたらすいませんって謝ればいいだけで白肌上げればいいですよ。すいませんでした。みたいな。<laughs> シンプルですよね。別に騙す気もないし。 お,お金を奪い取ろうという気持ちもないし、ちゃんと提供して、ちゃんと金をもらう。正々堂々とやる。で、そこに対して、もしお金をいただきました、じゃあそこに対して価値を感じなかった。じゃあなんか文句来た。じゃあそこに対してまたフィードバックすればいいわけじゃないですか。じゃあそのお客さんが満足できるように、もうじゃあ100本でも提供すればいいみたいなね。じゃあ1000本提供しますみたいなね。<laughs> もはやぐらい、えー、まあそこまで難しいかもしれないですけど、 なな何が言いたいのかっていうと、価値は相手が決めるもの。なぜならば、あなたの商品、ピューさんの商品は自分で買わないよねっていう、そ,それが事実です。ね。うん。うん、そうじゃないですか。<laughs> うーん。だとにかく、あの、トライしてみるっていうことですね。うん。マインドなんかね、つかないですよ。 まあ、マインド大事だ、大事だって言うんですからね。マインドなんかつかないです。正直 <laughs>。正直につかないんですよ。難しいです。うん。僕、今、アドラーの心理学聞いてますけど、アドラーの心理学をマスターするのに10年、20年かかるって言われてるんですよ。どうですかその心理学、そのマスター、アドラーの考え方を取り入れるためには10年、20年かかると。いや、本当にそうだと思います。 僕はアドラーの心理学を勉強する前にビジネスを始めていろんなことを勉強していろんなことになってアドラーに出会った時にえこれ100年前にこの考え方あったのと。いや俺10年15年なんかいろいろやってきてこの考えにたどり着いたのに100年前にあんのかっていうびっくりしてびっくりしてでそれを言語化してたんで心理学でそのすごいなと思って今聞いてるんですけど <laughs> そう なかなかそのマインドセットはね、内面はね、難しいんですよね。うん。そう。だ内面を磨くっていうこともめちゃくちゃ大事なんだけども、うん、形は作れるんですよ。例えば、内面がね、最低な女だったとしてもですよ。化粧すれば外形はいくらでもできるんですよ。どうすか 美容整形とかもあるし、おっぱいもねあのあの、お金入れれば、シリコン入れれば、おっぱいも膨らませられるんですよ。ここはできるんですよ。やろうと思えば。だけど、内面は時間かかるんですよ。だから、できること、まずできることをやって、それで経験して内面もこうアップデートしていけばいいと。だから、内面がアップデートできてないからできないではなく、やれることをやっていって、その経験の中で内面も徐々にアップデートしていくっていうやり方しか無理です。急には変えられないんで。 だってそれ何十年も生きてるわけですから何十年も生きて培ったその CPU をいきなりぶっ壊すとかねいきなり書き換えるってことは本当に難しいことなんでだからそれは新しい経験をする新しい体験をするそこによって書き換えていくっていうただ勉強してるだけだと体験じゃないし経験じゃないしあくまでも他人事なんで他人の成功話他人のいい話でしかないので。 自分ではないですよ。自分の言葉で喋るんだったら、自分が体験しないといけないですね。うん。で、自分で体験するためには、今やるしかないですよ。<laughs> 今やることを、もう早め、早、なる早でやっていくしかないです。じゃないと、いつまで経っても体験積み上げられないですから。うーん。ピューさんなんかも商品売れるじゃないですか。まあ、あのチャンネルでやるかどうか微妙ですけども、じゃあ、私がね、 あの全く初心者の状態で今 YouTube である程度収益を上げてるとで私と同じようにそのハンドメイドとかでもいいんですけど YouTube でね復習に得たいっていうなんかちょっと家計の足しにしたい私も家計の足しにしたいと始めたわけなんですけど今これぐらいのエビデンスがあるとエビデンスも出せるわけじゃないですかであのこれをコンサルしますよと教えますよで今ちょっと初めてやってみるんでなんだ3万円でちょっとやりますよとかね まあ、それは、お金のマインドブロックがないんだったら、10万円で教えますとかもいいんですけど、まあ、もしくは、お金のマインドブロックがあるんだったら、無料でね、ちょっと教えますみたいなやってもいいわけじゃないですか。絶対言ってますよ、多分。同じようにやりたいみたいな。どういうふうにやるのみたいな。教えられるじゃないですか、もうエビデンスもあるし、ね、再生数もある程度あるわけですから。同じようにやりたいと思っている人いるはずですよ、一人、二人は。だから、あとはそれを実装するかしないかですよね。 うん、だから自分がやってることを教えればいいわけじゃないですか。どういうふうに動画撮ってるのかとかね。どういうふうに意識して YouTube アップしてるのかとか。どういうふうに意識してきたのか。どういうリサーチしてきたのかとか。それを教えればいいわけですよ。うん。まあ、それはもう持ってるものはもうね、発信してるわけですから。うん。まあ、あとはそれをやるかやらないかですかね。 うんまあ、別チャンネルでね、集計あのそのビジネス寄りのチャンネル作ってもいいですしね、50代から始めるあの YouTube とかね、なんか分かんないですけど、うん、私がその50代から始めて、まあ、チャンネル登録1万になりましたみたいなねそこ、そっちのチャンネルはビジネス系の話をするっていう。 まあ少なくても今のチャンネルでやっちゃうんだったらすぐ売れないことはないと僕は思ってますけどね。同じようにやりたいと思ってる人多分いるはずなんで、数ありますから。うん。はい。まああとはそれをやるかやらないかですね。どうしますか、ピュさん。やるんですか、やらないんですか。やらないと死んじゃいますよ。<laughs> あっちゅうま人生終わっちゃいますからね。うん。いろいろ申し上げましたけど。まあ、今回ね。あの、まあ、ピューさん多分持ってないんで、ピューさんは買うだろうな。ピューさん買うしかねえな。<laughs> ピューさん買うしか多分ピューさんはね、持ってない。あ、持ってるかな。ピューさんは多分持ってないですよね。まあ、裏で、その商品も売ってますから。はい。 これ、ピューさん多分持ってないと思いますね。なかなかいい商品ですから <laughs>。っていうセールスもしちゃんと僕しますけどね。<laughs> そ,そ,まあ、それをやるかやらないかはピューさん次第ですけど。うん、とりあえず今もう、うん、コンテンツビジネスできるリソースは、情報はあるはずです。あとはそれを形に変えるか変えないかはピューさん次第ですね。うん はいろいろ申し上げましたけど、長えな、20分か。だいぶ、進まないな、これ。まだ結構あるんですよね。頑張ってください。はい、では。